ブラウンエールは黒っぽい爆画や茶色の爆画から作られるビールのスタイルの一つである。用語としてのブラウンエールはマイルドエールと同様1 6 0 0年代後半のロンドンのブルワリーによって使われ始めた。2000年代前半ではブラウンエールは様々な地域、特にイングランドや北、アメリカ、ベルギーで作られている。ベルギーで作られるものはオードブラインと呼ばれる。 本項目は、ロンドン由来のブラウンエールについて記述する。ブラウンエールと呼ばれるビールは、甘いビール、マンズ、オリジナルブラウンエールのように、アルコール度数が低いビール、ニューカッするブラウンエールのように適度な苦味を持ち、中程度の強さの琥珀色のビール、シエラ、ネバダブラウンエールのように爆芽の風味とホップの風味があるビールを含んでいる。 液色が茶色のビールは数百年前から存在している。瓶の普及に伴った瓶詰ビールが商業ベースで用いられ始めた20世紀初頭のイングランドでブラウンエールという用語は初めて使われた。北アメリカのブラウンエールはとある北イギリスのビールを参考にしたアメリカの自家醸造家によって継承されていった。イギリスのバートンで生まれたペールエールに対抗するために イギリスのニューカッスルアポンタインでブラウンエールは誕生した。ニューカッスルはホップの産地から遠かったためホップの使用量を減らした。このことからホップの苦味と香りが抑えられモルト由来のカラメルコーンが強調されることになった。イギリスのブラウンエールにはとても甘くアルコール度数が低いマンズ、オリジナルブラウンエールのようなビールからニューカッスルブラウンエールや ダブルマキシム、サミュエル・スミス・ナット・ブラウン・エールのような北東のブラウン・エールがある。液色は濃い琥珀色から茶色までの幅がある。キャラメル風味やチョコレート風味は明らかに焙煎された、爆芽に起因する。イングランド北東部のブラウン・エールの傾向は強くてモルティであり、しばしばナッツ風味を持つ。イギリス南部のブラウン・エールの傾向は大抵アルコール度数が低く、液色は 黒っぽく甘い。北アメリカのブラウンエールはアメリカ品種のホップに起因してほのかに柑橘類のアクセントやアロマを持ち苦くミドルボディでありイギリスのものと比べてドライであることが多い。エステルコーは控えめである。低温に冷やすとわずかに気づく場合がある。北アメリカのブラウンエール銘柄としては次のものがある。なお、この節の一部は アソシエーション・オブ・ブルワーズによる定義を参考にしている。ビアスタイルガイドライン1804では以下の2種類が定義されている。ありがとうございます。